はい、じゃあ第10話。お鏡餅にまで特訓要素積んでんのか。やったでー。おー、どうや運んだったで。おお、自分の体重より重い鏡餅やのに、さすが金太郎はんや。こんな朝飯前や。わしも負けてられへんな。銀さんもすごそうだね。怖っ。顔怖っ。重量級大鏡持ち運び、あの二人にはぴったりやね。銀さんの筋力データから大鏡持ちと台座の重さを推算して、初動に必要なエネルギーを算出。急に知識出してきた。素敵。持ち上げるための角度、コツ、必要な筋力、計算なら完璧や。よっしゃ小春、俺はやるで。小春のために鏡餅運んだる。すごいな、何やっても熱々になれるんだもんな。すごいよな。ああ、見とれよ小春。どうしたんなあ、なんで倒れとるんや。腹減ったんか。ユージには早かった。うるさいわ、ほっといてくれや。ゆうくん、小春すまんな。俺の力が足りんかったばかりに。あら、ゆうくんは私の期待に全力で応えようとしてくれたやない。ありがとう。それだけで十分や。小春、ゆうくん。はいはい。なんや。いつものお笑いやん。うん、めでたしめでたしやな、優しい。おお、ヒロシも出てきたよ。これは近くで見ると圧巻の大きさだな。うん、重さも私たちの体重より重いそうですよ。はあ、そうなんだ。鏡餅には五感がないから厄介だな。五感があればどうにかなったんか。五感があったところで重さには関係ないでしょう。本当だよ。ちょっとした冗談で、雪村の冗談はな、ちょっと判別しづらいのよ。難しいな。さあ、じゃあ第11話。お、そうだ、たこ揚げはどうなってんだ。どういう仕組みになってんだ。うん。おのれ、この巨大なタコ。なかなか暴れてくれるわ。あ、まあ、大きいって感じがシンプルに。さあ、おお、シシド、頑張れ。力が足りねえ。お、日吉もやってんな。シシドさん、弱音なら後で吐いてもらえませんかね。ああ、弱音なんかじゃねえ、事実だろ。乾怖っ。この聴力、理屈じゃない。おお、剣屋さん。おお、飛んでまうって。飛んだらちょっと面白そうだけどね。あかん。なんやこれ、どないせいっちゅうんや。風が弱まった。よし。おお、カイドウ。カイドウもカードになってたんだな。誰か手伝ってるな。います。体勢立て直しましょう。うん、冷静な判断だ。よし走れ。俺がダッシュで攻めに変えてやるよって感じか。あ、じゃあ一緒に持ってたのシシドかな。なんとか安定したっすね。うん、この様子ならしばらくは大丈夫だろう。しんどな。お前スピードスターなんだろ。そのスピードでどうにかできねえのかよ。お前むちゃくちゃ言うな。なあほな、あの暴れだこスピードでどないせえっちゅうねん。カイドウのバカ力なら押さえつけられるんじゃないのか。ああ、誰がバカ力だ。てめえでどうにかしやがれ。なあ、せやけどちょっと思い出せへんか、崖の上の特訓。ああ、そういえばここにいるみんなが崖の上経験者だな。確かに。んお、何風が。またかよ。いや、しばらく大丈夫なんじゃなかったんですか。うん、やはりこの風理屈じゃないね。理屈じゃないって言っとけばいいみたいな風潮ないか。うろたえるな。あの崖の上の特訓を乗り越えた今、これ式の風どうということはない。うん、息を合わせるんだ。引くぞ。あ、みんなで同じの持ってるっていう可能性もあるか。はい、じゃあ第12話。おりゃお。あ、これは羽根つきかな。カイ君やりますね。おな、この黒いの墨聞いて、墨汁隠し持ってたわ。墨くらい飛ぶでしょう。羽根つきなんですから。飛ばねえよ、最中には。はあ、普通は飛ばないさ。おい。お、阿久津。何ですか？今取り込み中なんですがね。くそ。普通にめっちゃ迷惑。墨がこっちにも飛んできてんだよ。失礼。あ、それは失礼。しかし。真剣勝負中なんですから、そういうこともあるんじゃないですかねえんだって。だからふざけるな。あー、珍しく阿久津が正しいな。ね、また。お、どうした戦国。うん、テニスコートで喧嘩するのはスポーツマンシップに反すると思うけどな。阿久津にスポーツマンシップがあるかどうかなんだよな、そもそも。うぜえ。ならおい、同型なんだ。えほら。阿久津対規定に変わっちゃった。ああ、始めちゃった。んじゃ、こうなったら俺はこっちに着くとしよう。いいかな。ほう、羽根つきダブルスということですが、一緒にやらんでも別にいいでしょう。売られた喧嘩を買わない手はありません。おう、つまりじゃあワンのペアって。カイ君頑張れ。カイ君頑張れ。ああ。カイ君早く構えなさいよ。ああ、もう阿久津チームちょっと不利だな。頑張れカイ君。ああ、もうやってやるさよ。お、桃と龍馬だ。なんかあっち白熱してんな。墨汁持ってるみたいっす。なあなあ、俺らもやっか。いい。そうっすね。負けたら顔に墨で罰っすね。それは知ってんのかい。あれ、それは知ってんの。よし、それじゃあ。なんか嫌な風だな。お、天候を察知する能力。桃先輩、向こうのたこ揚げ、やばいことになってるみたいっす。あら。はい、じゃあ第13話。あら、高知人だ。たこ揚げ、ちょっとヒヤヒヤしたけど、大事には至らなかったようですね。あのままみんなが飛んでっちゃったら、どうやって降ろそうかと思ったよ。本当にみんな飛んでいきそうだったんだ。つげちゃん。というわけで、つげちゃん、助けに行かなくても大丈夫だよ。ん？何の話だ。俺はトレーニングに向かおうとしていただけだ。おや？あれ、そう？またまたそんなこと言っちゃってっていうパターンかな。ですが、とはいえだいぶ疲れが見えてきましたね。いい練習になっているようです。遊びに見えて、結局は普段とそう変わらん練習量になるはずだからな。おー、じゃあいいね。気分転換にもなるし。そうなるよう戦略を立てましたからね。でもみんなすごく楽しそうだったよ。正月だ。たまにはこんな日があってもいいだろう。お、いいじゃん。ええ、同感です。お、さて、いいね。それでは最後の仕上げといきますか。何？バテバテですね、剣屋さん。やれやれ、さっきまで空飛びかけとったんや。お前はえらい涼しい顔しとんな。いやいや、こっちはこっちで突っ込まざるをえんかったり、メンタルの削り合いしとったんです。なんでやねん。めんこと福笑いでどないな修行やねん。そろそろ終わりみたいやな。へえ、師範はまだ元気みたいですね、剣屋さんと違うて。俺かてまだまだいけるで。はあ、無理せん方がええですよ諸君。お、お疲れ様でした。16面コート中央に集まってください。終了やな。終了じゃなさそうだよ。遅い。お前らちんたらするな。誰が終わりだと言った。いいか、俺より寒中水泳きつ。銀さんの顔な。ほな、なんやて。はあ、水曜ってまさか水泳でもするんすかね。ないわ。この寒い中滝に打たれたり冗談ちゃうわ。この時を待っとった。おお、そっか、銀さんはいけるか。師範やる気っすね。うん、この銀全身全霊で水曜に挑む。凛々しいな。はい、じゃあ第14話来い。お、真田行くぞ皆の者、いざ水の中へ。え、ジャージはなあ。うん。そうよ。待てって、このまま入ったら濡れるだろう。ズボンの裾まくった方がいいんじゃないですか。うえ、水のモーション。な、ね、これなんなん。爪で。待てって言ったのに。うろたえるな。服が濡れるくらいなんだというのだ。水で身も心も清めてこそ水曜というものを。真田、墨がついたの流したいだけなんじゃねえのか。足りんどる。気合が足りんぞ、気合が。気合とかそういう問題じゃねえだろい。ほんとにな、もう牧場落としに付き合わされてかわいそうに。おいみんな足元に気をつけろ。急に深くなっている場所があるからな。怖っ。体調が優れない者はすぐに水から上がること。あ、結構優しいな。あまり水を飛ばすな。周囲をちゃんと見ろ。うんうん。みんな元気だね。はあ。元気ですね。はあ。喉が潰れそうだ。徳川さんが苦労してる。毎年こんな感じなんでしょうか。どうだろうな。中学生が加わったのは今回が初めてだから。あ、そっか、例年通りというわけではないだろう。なんや、おもろいことでもありました。お、笑ってるのを察知したか。あ、いや笑うてるから。俺がそんなつもりはなかったんだが。いや、そうだな、今日は監督役として充実した一日だった。充実してたんだ。じゃあよかったね。僕は楽しかったです。こんなにお正月遊びをしたの、いつぶりだろう。誰か転んだみたいっすよ。まったく。足元に気をつけろと言ったのに。お疲れ様です。結局濡れちまいましたね。ちっくしょい。ま、こうなるとは思ってたけどよ。はあ。浸透滅却、火もまた涼し、冷たい水もしかり。たまらん寒中水曜だな。ニッコニコ。ああ、もう最後か。嘘。すごい、今日の夕飯。何、おせち、おせち。おー、いいね。なんと、おせち料理か。わー。いいね。やっと正月なんだって実感したよ。鬼みてえな大凧とかじゃやっぱちょっときつかったか。そうだね。今日一日散々正月遊びしてたのにね。確かにな。遊戯とはいえ練習の一環だったからな。あ、徳川さん。ああ、来ていたか。ウィス。本日は監督役お疲れ様でした。君は随分と張り切っていたな。そうでしょうか。ああ、先陣を切ってことに挑む姿、とくと見せてもらったぞ。お、褒められてる。テニスの時と同じくらい楽しそうに見えたよ。バカな。バカを言え。ねえ。それを言ったら手塚も楽しそうだったよ。ねえ手塚。言われてみればそうだな。童心に帰ったような気分を味わった。そうなの。そうなの。じゃあ子供の頃から無表情な感じで育ってきたのかな。へえ。手塚部長が童心。本当にね、気になるよね。さあ、腹が減っただろう。たくさん食べて、今夜はよく休むといい。ウィス。さて、それじゃいただこうか。ああ。では、改めて。さて。明けましておめでとうございます。おー。ああ、終わった。いや、いいお正月ストーリーでしたね。はい、というわけで、たまらん初練習のイベントストーリーを一通り見てみましたということで、いかがでしたでしょうか。この動画を良きと思っていただいた方はチャンネル登録、動画の拡散、高評価、コメントなどなどしていただけるととっても嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。また見てね。